こんにちは、ハワイトーコナです。今日はですね、空港からほんとすぐです。ロカヒマカイというサブディビジョンなんですが、このね、ドヨーンとした天気、ちょっとこれ多分ボグ、噴火のね、マウナロアの、火山性のスモークだと思います。こちらね、とっても綺麗な、2010年築、比較的築浅ですね、3ベッド2バス、こちらのご紹介です。すごい綺麗、カスタム邸宅ですね。こちら外観なんですが、ピカピカの塗り替えてますね、壁さらに。それからガレージが、大きなガレージがあります。あの先フェンスになってますね、フェンスで、フェンスインされてると思います。外観もとっても綺麗です。美しいカスタム邸宅、ちょっと中を見ていきたいんですが、こちらのね、このドアがまた可愛いんですよ。面白くないですか、この網戸ドアね。ここに、あの、なんていうんですか、閉じても、換気できるドアがある上に、このドアね、こういう風に半分に分割されてるんですよ。面白いですね、これ初めて見ました。中入ってみました。入ってみます。こちらが半分開いたドアで、入ってくるとですね、これすごい美しいフローリングです。高そうな木です。で、こちらがリビングエリアですね。これ家具付きかな、ちょっとお調べしておきますね。各部屋にこのように、エアコンがついてございます。すごいかっこいいリビングです。このように壁があって、天井のところちょっと空いてるのがいいですね。換気できそうです。ちょっとベッドルームの方見ていこうと思います。やっぱ2010年築は綺麗ですね。右手収納です。ここにも収納かな、ちょっと開けてみます。はい、収納でした。消火器が入ってますこの廊下にある天井のライトもすごいかっこいいです。築浅だと美しいですね。このドアなんだろう、ガレージかな。ちょっとしたね、物置的な、あ、ワンコがいそうな気配ですね。にゃんこか、あの大きさは。ビンゴー。ドアを開けたらガレージだったんですが、すごい、車をここに入れないで物置兼フローリングになっていて、なんとジムスペースになってます。すごい本格的なジムです。すごいですねこれ。なおかつ、ソーラーホットウォーターヒーター温水器ですね。それから大型のサムソンの、洗濯機と乾燥機。このガレージすごいですね。お部屋状態になってます。車はどこに止めるんでしょうか。さてさて、こちらが今のガレージ兼、なんていうんですか、フィットネスセンター。ちょっと順番に端から見ていきましょう。こちらが一つ目のベッドルームかなと思いますが、オフィスに使われてますね。クローゼットがあって、あの、十分子供部屋とかにできるスペースだと思います。ちょっと小ぶりですが、はい、4畳半5畳ぐらいかな。で、その横にバスルームでございます。このコーラル色のアクセントカラーがとっても可愛らしいです。あ、面白いですねこれ。鏡のところが後ろ取っ手がついて収納になってるんですね。とても綺麗です、スタイリッシュです。そして日本人マストのバスタブもついてございます。すごい綺麗ですね。はい、そしてその横のベッドルームです。2つ目のベッドルーム、ずっとこの非常に高級感のある美しいフローリングですね。フローリング調じゃなくて木だと思います、おそらく。はい、綺麗ですね。こちらが今のベッドルーム、2つ目のベッドルームでしょうか。
てクローゼットがあって、ちょっと多分お庭かな、ビューは。そうですね、ガーデンビューになってます。敷地綺麗な芝生になってます。後でちょっと外も行ってみますね。リビングに戻ってきました。あちらが玄関で、ちょっとキッチンの方見ていきましょうか。ちょっとかっこいいですね、このアートが。いろんなちょっとモダンなアートが飾られてます。こちらがダイニングスペースです。そしてキッチンですね。キッチンもこれまた美しい。うわー、すごい綺麗。これもすごいかっこいいですね。 Welcome home。 うわー、非常に綺麗なキッチンでございます。このカウンターがまたかっこいいですね。このちょっとコンクリートっぽい感じなんですよね。で、非常に大きな綺麗な冷蔵庫、もちろんあれがついてございます。収納めちゃめちゃいっぱいありますね。さあ、あれをやらないといけません。これ微妙ですね、わかんないです、どうだろう。おお、なるほど。はい、大型のフルオーブンにレンジ。いや、これすっごい素敵ですね。綺麗なキッチンです。で、こちら流しですね。流しも本当に綺麗です。このカウンターかっこいいですね、本当に。で、こちらが食洗機ですね。キッチンから見たダイニングスペースでございます。ちょっとあんまりに美しいので、もう一度キッチンを全体このような感じですね。たまに大きすぎるのがありますけど、これ非常にちょうどいい大きさの、しかも美しいキッチンだと思います。で、こちらが先ほどベッドルームから見えたお庭ですね。あ、これかっこいい。ちょっと先にベッドルーム見てから行こうかな。あちらがキッチン、ダイニングからリビング、あの真ん中の奥が、2つベッドルームでございました。はい、そしてこちらが3つ目の大きなベッドルームです。こちらがおそらくメインのベッドルームじゃないかと思います。かっこいいですね、このアートが。なんかニューヨークテイストというか、モダンアートで高そうなベッドです。はい、今のベッドルーム、こちら反対側からかなり広さございます。十数畳あるかな。かっこいいと思ったらスヌーピーでしたよ。なんかすごいアーティスティックですね。こちらが、ウォークインクローゼット。あ、十分寝れますね、私。ここに住めます。はい。すごいかっこいいですね、これ。多分オーナーさんもそのままだと思うんですけど、ルイ・ヴィトン。うわ、かっこいい。あ、もう全然ここにあの布団敷いて、全然暮らせる。ちょうどいい大きさです、私のベッドルーム。はい。高級感のある家具ですね。これ家具付きでしょうか。はい、その横が、トイレがあって、ここずっとフローリングですね。で、こちらが2つ目のバスルーム。かっこいいですね。ダブルシンクです。本当に美しいです。ろ過ひま階は、ちょっとフェーズによって建築年数が、あの時期が違うんですが、ここは結構新しいですね。おお、こちらにもバスタブがついてございます。今のこちらのベッドルームの横もこのように、美しい芝生の庭になってございます。ずっとフェンスで囲まれてますね。あのワンちゃんとか飼われるのにいいと思います。はい、今キッチン横のあのお庭裏に出てきたんですけれども、いい感じに
美しく、木々が植えられて、こちらにバーベキューグリル、そしてここずっとこのカーペットになってるんですね。カーペットでこのようにちょっと屋根付きのダイニングルームというかダイニングセットが置かれてますね。ここで晩ご飯、いいですね。これプロの仕事ですね。この造園も綺麗です、ロックオールがあのようにずっと続いていて、敷地はですね、全体でおよそ300坪ございます。建物は2010年築で、およそ128平米、築浅でとっても綺麗ですね。美しいカスタム邸宅でございます。こちらはですね、空港から本当にすぐです。車で5分ほどでしょうか。ロカヒマカイというサブディビジョンにございます。美しいカスタム邸宅、2010年築です。3ベッド2バスの、ご紹介でございます。お値段はですね、92万と5000ドル日本円でおよそ 1.3 億円での販売です。それでは皆様、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ぜひまた次の動画でお会いしましょう。ハワイ島コナからお届けいたしました。それでは良い一日を。